に足元暑いから、これ下ろしたら本当に熱中症になってくるから突風症になっちゃう。あ、ちょうどいいね、曇りだし。まあ、また昨日と同じ夕立来るのか来ないのかみたいな。うん、まだ暑いんだな。でも車の中まだ暑い。あれ昨日あれつけなかったの？30度、うん、いや、つけてたけど暑かった。あれ今日つけてない？
的に意外と厳しいんだよ。さすがにやべえ、流血しちゃった。手書き気になるんだ。さすがにでも彼氏とやってるから彼氏も彼氏も注意しねえんだって。いやなら、まあ、節約ポイント貯めて節約したいんじゃない。いや節約するのはいいけどさ、さすがに、いやさすがに10枚も人ならないってんだからさ、気持ち悪いと思って。でもちょっと嫌なのやり方が、でも気持ち悪くなって、ずっとさ片手じゃん、ディンガラガラガラってなって、ば、なんとっていうのを10回やんの。うん、やるのはいいよ、やるのはいいけど、並んでる時に並んでくれって思う。さすがにあれを10回もやる時、やった時はもう本当になん一人ごとでやったもん。何回やんだよ、そんで。でもさすがにそれ行った後に、3回やった後にはもう地上に、すいません、もう俺1回だけで終わるのもやらしてもらっていいですかって。そしたら何つったの？はい、とか、すいません、ね、言われなきゃ気づけない。すいませんじゃねえよ。なんか普通のバロメーターがちょっとずれてる。まあだって10回も一人でやるぐらいだから普通のバロメーターだよ。はげえと思ったもん。ずれてるでしょうね。なんだろう、なんか本当になんだろう、なんかあれ思い出しちゃったよ。プリパズのさ、プリちゃんのさ、本当かどうか分かんないんだけど、ハイエナってやつあれに近いものを思い出した。あの左前にいる車、高尾山のシールが買ったら、あれ仲間だ。ナンバーのとこ、そしてそのハイエナってさ、相模ナンバー連呼できるってことでしょ。あれ言い方変えれば、ちょっとうさんくせえもん。メダルゲームみたいにさ、ジャックポットチャンスみたいなやつあればわかるよ、うん、次のクレジットで6貯まるよ、次のクレジットで7貯まって、これでマックスになったから次に当たる確率がグッと上がるよとかだったら、そういうの多分ないよね。ない人動くよ、都市伝説みたいな感じ、ね、それで次やった人が当たってさ、死ねとかと思うんですよ。ハイエナとかって言うんでしょ。ちょっと気持ち悪い、それに近いものか。いやだから次、私も9連続3投を狙ったから次のやつで2投以上絶対出るみたいなことだってやったんだ。喧嘩も構わない、やる、勘弁してくれよ。プリちゃんとかもそういう意味ではちょっと変な人もあって、違う、なんか常識的になんか外れてるやつ多くなかった？なんかええー、みたいな必死な人が来たけど、
情するバカもんね。苦情来たもん。実際にそんなのネタかと思ってて、本当にやってる人いないと思ってた。それツイッターのネタなのかな。ポイント外れる。いいね。だから1000ポイント限定になってる。昔のやつやったことないからわかんない。喋れないよ、そうな感じがしたでしょ。すげえブログでは暴言吐いてる。入れてもらえなくなるじゃん。その転売通りや。ね。転
れた伏兵みたいな感じで。何が？ね、あそこ。あの自販機そもそも絶対的に値段安いから伏兵だよあれ。190円はね、そうそうないよ。200円切っちゃいますよ。なかなかない。10年ガチャって言ってるの。あ、10月だ。10月です。まだまだ先だったけど。食べたいわよ。しかもあれ、心臓やめてよ、さすが。口しないでさ、2日3日前に言ってくれよ。明日からやりますよ。
ペペ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 ペ。ただあの後なんか渋かった気がして、めちゃくちゃ感じた。ハサルとか出なかったりとかもあるよ。
ある意味みんなさ怪我とかしないでコールするんじゃないのなんて思っちゃったりして、カフもらってる可能性あるじゃん。ああいう競技って結構ほら転倒とか怪我とか